日本が世界に誇る車 GTR。 その源流は1969年に発表された PGC10 型スカイライン GTR、 通称ハコスカ。その車は伝説だった。日本最強のマシンとして君臨し続けた。しかし70年代の2度のオイルショックに始まる排ガス規制はスカイラインから牙を抜き続け、 GTR の名も封印された。1989年、日本自動車史上最強のエンジンが発表され、それが RB26DETT。 このエンジンを積んだニューマシンはスポーツカーらしいスタイリングを持ち、高い運動性能を兼ね備え、ノーマルですでに280馬力を発生していた。この恐るべき性能にチューナーたちは吠え上がった。その名は DNR32GTR。 ここに始まる RB26 の歴史をビデオオプションを通じて振り返ってゆく。チューニングカーマガジンオプションにおける GTR の舞台は何といっても矢田部だった。一周 5.5 キロの高速周回路、時速300キロを目指してしのぎを削っていた。その中でいち早く800馬力を発生させたベイルサイドのマシンをご覧いただこう。改造費運千万のマシンがあわや炎上。救急隊もほっとしたものの、あの綺麗な仕上がりのエンジンルームがこれだ。やっぱり矢田部の魔物は手ごわい。初挑戦から3ヶ月、2度目の挑戦となるトップフューエル R33。 目標ズバリ26秒前半。今回はカムをアペックスのイン、エクゾースト280度に変更。24秒62、目標達成、もうバッチリ満足です。度重なるテストにより水回り、ガスケットなどの問題点を全てクリアにして再挑戦。カラーリングも一新した純の R33。 パワーは相変わらずのモンスター級だが、矢田部一発仕様ではなく耐久性も重視。はい、ピックアップいいし、上まで回るし、かなりのパワーだね。問題はこのクラッチが持たないっていうのがずっとあったけども、スタートさえうまくいけば20秒切るかも分かんないって感じだね。直線0300で13秒を記録したマシン、バンクでは果たして何秒台で走るのか。今回はね、ちょっといろいろ試してみないと分からないですけど、まあ、いいデータ取れればね、どちらにせよ、うん。ステオイルがタンクの中で横 G がかかってうまく回らず、ハンドリングがしづらい。タンクの0300はゼロマシンはきついことはきついね。まあ足の剛性が足んないっていうの、よれちゃうっていうね。
300キロ領域でかなりもう車がもうこうふにゃーっとなる感じで安定しないね。これ車の性能だけじゃないからね、バンクのゼロ300っていうのは。そして再びチャレンジするリコーレーシング。エンジンが多分熱だりしてるのかな、エンジンがもう重くなったから、全然もう加速しない、オートサロン用に化粧直しをした002、これが96年最後のトライ。すでにアクセルオフ、なんとこのタイム。メーカーの意地がこの結果につながった。さすが世界の HKS。今はブースト 1.8 に上げて、それで徐々に0-100に持っていくように、リア駆動にしていくように、この前とほとんど変わらないで、本当にノンスリだけを普通 の, ノーマルに戻した、それだけです。一応この間の目標は19秒だったんですよね。どうしましょう。この日 HKS が持ち込んだエンジンは920馬力。これだけのパワーを絞り出すことが可能なのはこのエンジンが RB26 という名エンジンだからだ。そして今度は公道での最高速が生まれた瞬間をご覧いただこう。いよいよ本番ですね。テストの状況からいくと、300は軽く超えるのは確実なんですが、やっぱりちょっと明け方になってきて交通量が少し増えてきているのが気になります。公道最速出ますかどうか頑張ります。前日のトライでは320キロの壁も破れず、マスター専務にボーナスカットと脅されたイソギンとアベちゃんはブーストを最大の 2.3 キロにした。それでも320キロ以上の空気の壁は厚く、ウィングを寝かせたりスペーサーを抜いてホイールをフェンダーの内側に入れるなどして340キロオーバーの空力対策を施して最後の賭けに出た。時間的にもこれが最後のトライ。大も覚悟を決めて気合が入る。条件は悪い。一般車の間をすり抜けるようにして340キロを求める台。最高速度は一体何キロ。いや結構怖かったよ。今はやっぱり前の車がねちょっと出てきたからね、最高速のところで343だったよ。よし OK、40まで出た。もうちょっと5キロ遅れてよかった。最後の最後ですよ、最後の最後、一番最後に343号、よし来ました。343